ウィスキーやゴーゴー、ウィスキーやゴーゴー、英語名、ウィスキー、ーゴ号は、アメリカが州国カリフォルニア州ウェストハリウッドにあり、サンセット通り8901番地、サンセットストリップに位置するナイトクラブ。アメリカで、最初の本格的なディスコであると言われている。ウィスキーやゴーゴーの正式な綴りは、ウィスキーやゴーゴーではなく、画像や公式サイトにもあるように、ウィスキー、 a 5号が正しい。なお、ウィスキー a 5号の名称は、ポール・パシーヌが1947年にフランスのパリに開店したデスコテックウィスキーや5 g にあやかっている。ウィスキーや5 g は1964年1月11日、シカゴで警察官をしていた経歴を持つエルマー・バレンタインによって設立された。この場所は、もともとは銀行の建物であり、 その後、パーティという名のクラブに改装されていたが長くは続かなかった。この時バレンタインは弁護士のセオドアカイフライヤー、広報のシェディ・デイビスとフィル・タンジーにらと手を組んでいた。このクラブは録音された音楽を流すディスコとして、宣伝されたにもかかわらず、ウィスキーやゴーゴーは有名なアメリカのドラマーのエディ・ルービンとギタリストのジョニー・リバーズと、彼らの演奏の合間にミニスカートを履いた。 女性 DJ がステージ右側に吊り下げられた檻でレコードを回すというスタイルでオープンした。エディ・ルービンとリバーズが演奏している間に女性 DJ が踊った際、観客はそれが演出の一部であると考えた。こうして女性たちが檻の中で踊るゴーゴーダンサーのコンセプトが埋まったのである。ルービンとリバーズはその後ウィスキーやゴーゴーで一部を収録したアルバム ライブ・アット・ザ・ウィスキーをヒットさせ、ここで生まれたゴーゴーは国民を熱狂的な流行の渦へと巻き込んだ。その後、ミラクルズが1966年に Going to a GOGO を録音すると、この曲は1982年にローリンストーンズがカバーしているウィスキーやゴーゴーのフランチャイズ店がアメリカ中に次々と現れた。1966年、ウスキーやゴーゴーは サンセットストリップにおいて、たびたび暴動の中心地の一つとなった。クラブはその名称に含まれている、ウィスキーという言葉が悪影響を及ぼのだとされ、一度名称を変えるよう命じられるなど、ロサンゼルス市から繰り返し注意を受けていた。また、ウィスクという名称に変えた時期もあった。おそらくは、ロサンゼルスにおける、ロックシーンも、このウィスキーやゴーゴーが創業した際に生まれたのだろうと、 される。ロックからパンク、ヘビーメタルまで、クラブは多くの音楽動向の最前線に立った。ウィスキーやゴーゴーは多くのアーティスト、特にカリフォルニア南部を拠点に活動するバンドのキャリアに重要な役割を果たしている。ドアーズが自身の曲、ジ・エンドに登場するエディプス・コンプレックスな歌詞でその人気に火がつくまで、バーズ、バッファロースプリングフィールド、ラブが 常連バンドとして名を連ねたほか、ドアーズはしばらくの間クラブの専属バンドを務めた。またフランクザッパがマザーズ・オブ・インベンションでレコード契約を獲得したも、このクラブで行ったライブパフォーマンスが元である。ジミ・ヘンドリックスはサムデイブが主演を行った際にジャムセッションを行うため訪れており、オーティス・レディングは自身のアルバム ライブ・アット・ザ・ウィスキーを1966年にウィスキーやゴーゴーで録音した。タートルズはシングルハッピー・トゥケザーを演奏し大ヒットを記録するがこの曲を編曲したベーシストチップ・ダグラスがモンキーズのギタリストマイク・ネスミスにモンキーズのプロデューサーにならないかと誘われメンバーを一人失うことになってしまった。チップはそれから一年後にプロデューサーとしてタートルズへ戻る。 時折、ニール・ダイヤモンドもここでライブを行った。さらにキンクス、ザ・フー、レッド・チェッペリン、ロキシー・ミュージックやオアシスと、多くのイギリスのバンドが、ウィスキーやゴーゴーで主演を行った。1970年代後半には、ウィスキーやゴーゴーが、ニューウェーブの台頭や、パンクロックムーブメントの中心となり、ラモーンズ、ディクテーターズ、ミスフィッツ、ブロンディ、トーキングヘッツ、 エルビス・コステロ、エクスタシー、ジャムラが上演する中、ジャームズ、ウィスキーやゴーゴーでアルバムを収録、ランナウェイズ、X、モトリー・クルー、バン、ヘイレンなど、様々な地元のバンドが頻繁に演奏を行った。しかしウィスキーやゴーゴーは、パンクロックの流行が衰えた際に苦境を迎え、一度1982年に閉鎖を余儀なくされた。その後年に、 工業者やバンドが借りることのできる場として営業を再開した。内部に設けられた少数のブースは区分けされたままであったが、内部のほとんどは観客たちが立って演奏を聴かなければならないほど、むき出しで椅子のない空間へと改装された。こうして、国内の不況に反して、ガンズローゼズやメタリカを含む多くのハードロック、メタルバンドを1980年代中に排出する。 こととなった。1990年代初頭には、サウンドガーデン、ニルバーナ、マットハニー、メルビンズ、ナナヤービッチを含み、後に、クランジのゴッドファーザーという肩書きを与えられる、シアトルを拠点とした多くのミュージシャンたちがこのウィスキーやゴーゴーで演奏を行っている。以下は、翻訳元の英語版、WEN ウィスキー英語5からの参考リンクである。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。